ハルちゃん。魔王をちゃん付けで呼ぶな。ラハルちゃんは本当に地球を侵略する気がないの？地球というのは愚かな人間どもが自分たちが住む場所を自分たちで汚している腐りきった星のことであろう。そんなものに何の価値があるというのだ。その通りかもしれないわね。けど私たちにとってはかけがえのない故郷なの。だからゴードンも私も地球のために命を懸けてきた。それが正しいことだとずっと信じてきた。でもだんだんわからなくなってきたわ。ラハールちゃんの言葉が嘘とは思えないし、地球の仲間が嘘をついているとも思いたくない。なぜ俺様の言葉が嘘だとは思わぬのだ。俺様は悪魔なのだぞ。嘘をついているかどうかなんて目を見ればわかるものよ。ラハールちゃんの瞳はまっすぐ前を見てる。だから信用することにするの。バカバカしい。今あの人の瞳はまっすぐ前を見ているのかしら。いずれにしても早くゴードンと合流して真相を究明しないと大変なことになってしまうかもしれないわ。賛成です。このままでは魔界と人間界を巻き込む大戦争に発展しかねません。それだけは何としても阻止しないと。別にいいじゃん。その方が面白そうだし。エトナさん。はいはい、ごめんなさい。ああ、やだね、真面目な人たちは。